はい、皆さんこんにちは。今回はステンレスのスケトウのパイプを VBEADの方法で一層仕上げで溶接していく方法の内容となっています。今回も僕の動画をご視聴いただきありがとうございます。それでは本編の方に移りたいと思います。それでは溶接映像を流していきます。ステンレスのスケトウの 100A のパイプをこのように仮付けして溶接をしていきます。こちらが今回のトーチの動かし方なんですが、以前投稿した VBEADの動画みたいにこのようにウィービングをしていきます。ペダルを踏むタイミングなども全く一緒です。違う点で言いますと、今回のこの一層仕上げはアークを切りながら溶接をします。それでは溶接をしていきます。まず今までに紹介した一層仕上げの方法と同じで、プールがしっかりと揺れて沈んだら棒を入れます。で、振り方とポジショナーのペダルを踏むタイミングは以前紹介した VBEADの動画と全く同じです。なのでこの映像で言いますと、アークを出したこの下側に行った時に裏波を出す用の棒を入れてあげて、上に振った時によもりを上げるというイメージです。下に行って裏波を出すような棒を入れて、上に行った時によもりを膨らますような棒を押し込むという、このイメージでやってもらえると比較的簡単にできるかなと思います。なので下に行った時の裏波を出すような棒は少し入れているだけで、上に上がった時にしっかりと棒を押し込んでいます。そうすることで押し込んだ後にアークを一度切るので、よもりが膨らんだままの状態で次に進むことができるので、高さを出したまま裏波を出すことができます。こちらの方法はビード幅が必要な時や、今まで紹介していたトーチを振らずにする一層仕上げの方法ができない方はぜひ試してもらえればいいかなと思います。裏波を出してよもりを出すというイメージで溶接をしていけば割と簡単にできるかなと思います。この一層仕上げをする時に割と重要なポイントなんですけど、溶接位置がかなり大事になってきます。まず裏波は出るけどよもりが出ないという方は、少し上り気味の状態で溶接をするようにしてください。時計で表しますと、右利きの人で2時から1時ぐらいの溶接位置で溶接をしてみてください。逆によもりは出るけど裏波が出ないという方は、12時と1時の間、もしくは12時の位置、パイプのちょうど真上のあたりで溶接をするようにしてみてください。そうすることで裏波が出ていてよもりも出ているというちょうどいいバランスの溶接をすることができると思います。この溶接位置で微調整をしていただくと、裏波が出ない、もしくはよもりが出ないが改善できるかなと思います。今回僕は少し電流が高めなので1時ぐらいの位置で溶接をしていますが、電流を落としてゆっくりと裏波を出していくほどよもりを出すことが簡単になってきますので、電流を少し低めで溶接をする場合は僕は真上の位置で溶接をしています。電流を少し高めにしているときは裏波がすぐ出ますので、よもりを上げたい分少し上り気味の位置で溶接をするようにしています。つなぎ方もお見せしようと思ったので、一度アークを切ってつないでいる映像を見てみてください。つなぎも過去に紹介した一層仕上げなどと同じで、プールが揺れるまでしっかりと待って、揺れ始めたらまた同じことを繰り返していけば綺麗につながってくれます。この一層仕上げをする際に気をつけておきたいポイントですが、しっかりとプールが揺れてから棒を入れるようにしてください。今回この映像ではすぐに僕は棒を入れているように見えますが、つけた瞬間にちゃんとプールが揺れているのを確認できて棒を入れるようにしています。
なのでこのアークを切ってから次にアークをつけるまでのピッチが遅い人は、その分プールも冷えてしまいますので、プールが揺れるまでに少し時間がかかってしまいますので、プールが揺れてから棒を入れるというのをちゃんとしてください。今の僕の映像ぐらいのピッチでいきますと、アークをつけた瞬間にプールはすぐに揺れてくれますので、すぐに棒を入れても大丈夫ですが、この次のアークをつけるまでのピッチが遅い方は、一進みずつ確実にプールが揺れてから棒を入れてください。で、この最終つなぎも同じで、プールが揺れたら棒を数滴垂らすようにしています。今回ちょっと僕は棒を入れすぎてしまったので、かなりつなぎ目の裏波が出てしまっています。なのでもう少し棒の量を少なめにしていただけると、ちょうどいい高さでつながってくれるかなと思います。こちらが溶接を終えたビード外観です。ちょっと映像では分かりづらいですが、全周ちゃんとヨモリは出ています。そして V ビードと同じような振り方をしたので、一層仕上げでも V のような見た目のビード外観になっています。裏波もこのような感じで綺麗に出ています。最後のつなぎだけ少し出過ぎていますが、全然問題はないかなと思います。ヨモリの膨らみはこんな感じです。全周ちょうど同じぐらいの高さになっています。この V ビードのような見た目の一層仕上げが好きな方や、細いビードではなく幅が必要な場合の一層仕上げをするときなどは、ぜひこの方法も試してみてください。それではこれで今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。